始まりました。フルファミチャンネル。誰やねんって感じですよね。一応ね、ちょっとタルトのアカウントがこっちですよ。じゃーん。ファミリー.tart っていうアカウントを開設して、もう本当来月12日後にオープンするんですけれども、ちょっとね、今度は店もすごくおしゃれにして、まあ社長としてもう本当に未熟ですけれども、まあちょっと身なりも綺麗にしようかなと思ってジャケットを羽織ってみました。生きてメガネもかけてみました。はい、まあ、似合う似合ってないはもう皆様お許しください。じゃじゃーん、今日のスポンチですね。テル散髪おめでとうございます。交流戦が始まって、直線がロッテ1勝2敗で負け越したんで、昨日負けると本当に苦しい。やっぱ久しぶりですね、阪神がなんか打ち勝つっていう。4対2になって、4対4にされて、7対4にされて、でまあ大山もこれ最低犠牲フライやけど、もしかしてゲッツーかな思ったらレフト前2発みたいな。ね、で佐藤輝はもうホームラン三振、ホームラン三振、5打席目、この流れでいくとホームランかなと思ったら、見事にやってくれましたね、3発。もう打点王とね、ホームラン王を取ってほしいなと思うんですけれども、村上くんが13本で佐藤くんも並んでます。打点が岡本ですね。巨人の岡本が1位43で、佐藤くんなんと38打点。まあ、タイガースではトップですかね。すごいですね、もう本当怪物ルーキー、ありがたい限りです。もう本当に矢野監督がよく引いてくれました。阪神情報はまあこんな感じで、佐藤くん頑張りました。今日は土曜日なんで抽選動画なんですけれども、抽選動画の結果はもうこちらですね。この方ですね、 YGOGKYKAR さんです。この方です。見えるかな、この方ですね。でも一応まあ来週あたりに YouTube のプロモーション動画みたいなものもタルトの方もこう完成させてくれるかなっていう風なんで、それも YouTube でぜひ発信していきたいと思います。店頭の方はタスク、松本店長2人はじめみんな頑張ってくれてますんで、ぜひフレッシュのフルーツも応援よろしくお願いします。ネットショップも絶好調です。皆様のご支持お待ちしております。手短ですけどこんな感じで頑張っていきたいと思います。それでは、さようなら。